どこまで本気なのか。俺あら、この人はいつだって本気じゃない。そうだな。ではジョーリーが万が一勝利したら、ジョーリーにお嬢さんをやるんだな。嫌だ。スミル、この尻滅裂で分からず屋の頑固親父を何とかしてくれ。何ともならないわよ。私としては問答をからかう手段が増えるのは願ったり叶ったりだよ。お嬢さんの能力がもっと精度の高いものになったとき、二人とも後悔するぞ。それこそ願ったり叶ったりだな。だそうだ、お嬢様。精神力を鍛え、早く我々の想像を超える強さを見せてくれ。いらっしゃい。お嬢さんも災難だったな。あら、そんなことないわよね。自分の相手を自分で決められると思えば楽しいものよ。それでこそ私の娘。でもそれにはもっとたくさんの人と話をして、感情を知って人として成長しないとね。お嬢さんのアルカナ能力は相手の心の中をおぼろげながら見ることができるというものだ。だが周りの人間はそうではない。話さなければわからない。スミレアルカと暮らしていた頃に比べれば話す相手も増えただろう。人の心を知れば知る分、あなたの能力は成長できる。まだまだあなた自身の能力は未熟なはず。そうね、試しにダンテの心をもっと深く覗こうとしてごらんなさい。おい、何を言う。あら、何か困ることがあるのかしら。そういう問題ではないだろうな。まあ、精神力ではまだお嬢さんに劣るつもりはないからな。何か見えた？ああ、そうだな。確かに諜報部のことは常に気にかけている。そうだ、今度船にも来るといい。中、見た目はごついのが多いんだが、気はいいやつばかりだ。困ったことがあれば相談には乗るわ。でもまずはやってごらんなさい。より深いつながりを求めて同じ人のもとへ通うのもよし、人と人のつながりを求めてたくさんの人のもとで話をするのもよし、あなたはまず人と話し、言葉を交わすことが大切なのだということを覚えておきなさい。